やっほーあっちゃんです。今日はあっちゃん、夢があっておっぱい大きくなりたいな。宮崎さん、はい、今日はとっておきのものを見つけまして。え、いける、何？こちらプレゼントしたいと思います。え、ちょっと、嘘、ちょっと待って。何これ、これ何何何、受ける、何これ。おっぱいです。こんなのあんの？え、これおっぱい大きくできるってこと？そういうことですね。え、受ける。え、これもまたドンキ？これはアマゾンで買います。どっちでもいいけど。え、叶えられんじゃん。え、つけていい、これ。え、今つけてもいい？え、ちなみに今私、まあまあこんなこんなこんな感じじゃん、こんな感じ、まあ、一応ブラジャーもしてます。一応ブラジャーもしてて、こんな感じ。え、これつけてみていい？まずちょっとつけてみて、ちょっとテンション上がった時点でちょっといろいろ喋っていい？じゃあお着替えタイム。チース。人間って何でも考えるよね。じゃん。巨乳ができました。巨乳やばくない？ウケる、これ。え、巨乳やん。え、見て、これ横からも分かる、なんか分かる感じ。これ何カップなんだろう、何カップなんですか、これ。それは F カップです、ね、これ F カップなんだ。私今冒頭で夢があるって言って、巨乳になりたいって言ったじゃない。まあ巨乳になれてめっちゃちょっと嬉しくてテンション上がってるんですけど、これ違う服も着てみたいね。もうめっちゃここがアピールできるよ。絶対誰も信じてくれないと思うんですけど、人生で一番おっぱいが大きかった時期が中学生なんですよ。誰も信じてないね。でもスタッフすら信じてないから、全然信じてくれない。いや、本当になんか一番おっぱい大きかった時期が中学生で、なんかその後に V 始める前にダイエットとかして、じゃ痩せちゃって、で子供産んで母乳あげて、どんどんおっぱいのさらになくなってみたいな、あの当たり前の父の亡くなり方してて。だから、いや、ぶっちゃけね、いや、なんか、豊胸とかさ、したいなとか思うじゃん。もうこの際、巨乳はちょっと、あちゃんのキャラ的にね、いろいろ違和感がありそうだから、巨乳とまではいかなくても、ちょっとこう、ボリュームをね、ヒアルロン酸してみたいなとか、ちょっと豊胸みたいなことしたいなとか、もやもやしてたんで、女の子の悩みなんだよ。めちゃめちゃ多分、今しやすいからさ、包茎みたいなおっぱい大きくするのとか、だってこんな簡単に、あら不思議ですよ。こんな簡単に深くになれるのやばない？いや、マジで今回も絶対サムネに騙されたしとか思ってる人いるし。いや、マジで、でもありがとう。え、ってかさ、これ私に渡してきたってことは、そもそもさ、板垣さん貧乳だからワンチャン巨乳にしてみようかなみたいな感じだったから。いや、でもありがとうございます。一瞬でも夢は叶いました。これさ、ここのこのこのね、この境目、これなんかつけるタイプなんですよ。これここでホックみたいになってつけて、こうつけて、もう本当なんか仮装みたいな、男の人でもちょっとワンチャンおっぱいのあるふりできますよみたいな、そういうアイテムなんですけど、今つけてみたら、酔っ払ってるおじさんとかぐらいだったら騙せそう。いいです。なんか、おっぱいのある、なんか、糸垣。なんか、ここの視界が違うもん。わかる？この、下向いた時のこの視界が。なんか、心なしかなんか、女の子っぽい動きとかできそう。おっぱいなくてもやりゃいいんだけどさ。基本が撮影というか、カチャカチャしてる動きになりがちなんで、せっかくおっぱいも大きくなったことなんで、これを機に、ちょっと女性らしい生き方を心がけるようにしていこうかなって気持ちになりました。こんなこと普通のプライベートでやってたら、マジで板垣ほんと大概アホだなとか言われたら嫌なんで、あえてこの YouTube でできてよかった。いいんです。全然なんていうのかな。あ、じゃあおっぱいないもんね、確かにそうだよね、あ、巨乳になったね、おめでとうぐらいの気持ちで見てもらえたら全然それでいいんで。え、なにこれ、これ私今日巨乳になって終わるの？巨乳になったとはいえ、うん、やっぱ現実はまだちょっとそんなにでかくないじゃないですか。まあまあそんなに夢ある感じじゃない。貧乳のいいとこみたいな。あー、今ねこんな状態でちょっとあれなんですけど、あーちゃんおっぱいがわりかし小ぶりなんですけど。いいとこあるよ。まずブラジャーが可愛いのが多い。これ結構多分巨乳の人は逆に可愛いの少ないとか、そのサイズがだからないとかね、可愛いの見つけてもサイズがないとか、私のサイズぐらいだと、あ、ちなみに B か C ぐらいなんですよ。調子いいと C ぐらいなんですけど、多分めちゃめちゃ平均的な小ぶりなんで、どんなデザインでも大体サイズがある。あと満員電車に乗ってて、おっぱいがこう当たる心配とかないです。この心配逆にみんなしたことあるから、自意識過剰だから、おっぱいないくせして。
Tシャツをスタイリッシュに着れる。最近オーバーサイズの Tシャツとかストンってしてる服多いじゃないですか。わりかし好きなんですけど、ちょっとボイッシュな格好多いんで、自分の私服がなんだかんだでおっぱいがやっぱあるとこうプリントがずれちゃったりとか、ストンって なりにくいじゃん。でも女の子、多分巨乳ちゃんとかはそれも嫌だなってきっと思ってると思うんですけど、私はだからその分すぐストンってなるんでいいなって思います。あと揺れた時のなんか振動も感じにくい走るやん、走ったりとか、まあ、なんか振動があった時に、まあ、ジムでも何でもいいですとかの時、おっぱい大きいと多分揺れるとね、痛いと思うんですよね。ガチってホールドされてないと。その振動 の痛みとかもだいぶない。え、これ、良かった話でいいんだよね。なんかだんだん寂しくなってきたんだけど。だんだんトーンが寂しくなってきたんだけど、大丈夫なのこれ。いや、わかんない。これ人それぞれからなんかわかんないけど、小ぶりの方が感度いいって言いません？巨乳さんが感度悪いとかじゃないんだけど、感度を感じるまでが遠いらしい。巨乳だと脂肪が厚いから、神経が近い分感度がいいみたいなのを聞いたことあって、それをまんまと受け止めてます。だから私はまあ小ぶりなおっぱいだけど感度はめちゃめちゃいいってことにしても、なんかもう思い込みで気持ちいい感じになって、私基本乳首に関してはもう全然それも巨乳とか貧乳とかの話じゃないじゃんみたいな。で、乳首は相当大丈夫なタイプなんで。まあ、おっぱいが大きいとか、小さいとか、おっぱいがそもそも好きって人も、まあもちろんいっぱいいると思うんですけど、年齢重ねるとさ、おっぱい以外っていうか、まあ、わかりやすく言ったら、いや、俺お尻の方が好きなんだよね、そういう人もいると思うので、まあ今回は、おっぱい最高、おっぱいイエーみたいな人は高評価してもらって、いや、おっぱい以外の方が好きなんだよね、みたいな人は、コメントに書いてください。今日はこんな感じで、私が夢を叶えるっていう動画でした。ありがとうございました。あーちゃんでした。バイバイ。